パディでございます。はい、ムニエルが我が家にやってきて28ヶ月が経ちました。はい、こちらの映像をご覧ください。こちらドギーズアイランドに2回目行ってまいりました。イエイ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 。ちなみに3回目も行きますよ。はい、そんなことはさておきですね、ボーダーコリーの幸せについて考え方が変わりました。そんな動画を今回お送りしたいと思います。お気持ち表明ですね。これはですね、ドギーズアイランドでハッと気づいたんですよ。そのお話をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツランドン。ピッピャロポーン。まずはその1、人間みたいな犬ってどうなの。はい、これはですね、パティも思ってました。人間みたいで可愛いな、ボーダーコリーって頭いいから人間みたいだな、そう思っておりましたが、ちょっと待って、それ違くないって最近思ったんですよ。これはね、映像ご覧ください。これね、ドギーズアイランドで旦那っちの足元に丸まって眠るムニエルボーンの映像でございます。これよく犬はね、ご主人様の足元に寝るって言うじゃないですか。でもね、自宅ではあんまこういうのやらないんですよ。それがで、この時にドギーズアイランドでこうやってね、くっつきもっつき足元で寝たりしているムニエルを見て、わあムニエル犬みたい、かわいいって言った時にハッとしたんです。ちょっと犬じゃんムニエル、人間みたいな犬ってなんなん、それってどうなんみたいな。やっぱりね、犬らしくしているムニエルがすっごく楽しそう、幸せそうだったんですね。そこでパティは考え方を変えました。人間みたいな犬っていうのはパティはね、良くないと思う。やっぱりね、ボーダーコリーは頭がいいので、人間にね、接して生きていると、人間みたいに立ち振る舞おうとするとこ多いと思うんですけど、パティはね、ムニエルに犬らしくいてほしい。犬らしく健やかに穏やかに幸せに暮らしてほしいなと思ったんです。それじゃあですね、ムニエルが犬らしく暮らすためにはどうしたらいいんだろうなって考えた時にね、いろんなワンちゃんと接するとかね、ドッグランにいっぱい行くとかね、そういうこといろいろ考えたんだけど、どうも違うんですよ。でね、このドギーズアイランドにその犬らしくムニエルが過ごすための何か肝があるんじゃないかと思って、そんで3回目行くんですね。4回目5回目あるかもしれませんが、これはね、私目が見定めてこようではないのと思っております。そしてね、パディもね、ムニエルに犬らしくしてていいんだよ、そして犬らしく過ごせる環境を作っていきたいと思います。ピッピャロポーン。続きましてその2、反抗期の意味が分かった。これいきなり何言い出したんだって感じかもしれないですけど、ちゃんとね、1とつながってます。まずね、反抗期っていうのは本能が目覚めてくる時、そしてその本能と理性のバランスを取る時期なんじゃないかなとパティは思いました。このね、ムニエルは第一次反抗期、第二次反抗期っていうのがしっかりあったんですけれども、その中でね、反抗期で噛んじゃうことがあったんですね。これね、あんま言いたくなかったんですけど、その頃のね、動画見るとね、パティの手傷だらけですよ。でも今はもう大丈夫です。これね、噛まれた時にはパティに全部原因がありました。例えばね、食べてる時、ご飯食べてる時に手出しちゃった、そりゃ噛むよっていう話なんですよ。そういうことがあったんですね。で、噛まれると痛いですよね。それ以上に心が痛い、悲しい、大好きなムニエルに噛まれたショックとかあってものすごく傷つくんですけど、パッとね、ムニエルを見たら噛んでしまった自分にものすごいショックを受けてるんですよ。部屋の隅に行ってものすごいぼーっと窓の外をね、眺めていたり、もうこれ以上泣いてぐらい小さくなってたりね、するんですよね。これはやっぱりね、ムニエルは噛みたくないんです。噛みたくないっていうのは理性ですよね。でも噛むっていうのは食べ物を取られたくないとか、それでちょっと犬の本能の部分だと思うんですけど、それをね、一生懸命自分でバランスを取ろうとしてるんだけど、パティがね、邪魔しちゃったりする。これはね、邪魔しちゃいけないし、その理性と本能のバランスを取ってあげることを手助けしてあげなきゃいけないと思ったんですね。この犬の反抗期っていうのは本能が優位に立ってしまう時、そういうのがね、反抗期になるんじゃないかなとパティは思いました。それでね、理性と本能のバランスをね、人間が取ってあげなきゃいけない。でもね、理性が優位に立ってしまうとちょっと心を失っちゃうんですよ。犬らしさがなくなっちゃう、そうなるんじゃないかなと思いました。パティはですね、やっぱり反抗期どうしたらいいか分かんなくて、いろいろパソコンで調べたりとか本を読んだりしたんですけれども、なんかね、具体的なことが
が多すぎてとっさの判断でなんかできないんですよ。だからもっとね、なんかざっくりとした指標になるものはないかと思って、その時に理性と本能のバランスを取るっていうのを自分の指標にしたんですね。するとすごく分かりやすかった。どの部分が本能でどの部分が理性かっていうのをしっかり見てやるととってもね対応できたんで、これね もしかしたら役に立つ、もうあわあわしてますけどもしかしたら役に立つ人もいるんじゃないかなと思って僭越ながら発言させていただきました。みんな違ってみんないい。ピッピョロポーン。続きましてその3、心が一番大事。これはですね、ボーダーコリーに限らず全犬種共通の特性として、犬は明るくて優しい、そこをねバディはね伸ばしたいなと思いました。そのためにはやっぱり本能をね抑えすぎちゃいけない、するとね心が死んじゃうと思うんです。だからね、人間様の都合で人間らしい犬そんなものにねするつもりはございません。パディはね犬らしい犬、そんなムニエルになってほしいなと思います。運動能力が高いとかね、頭がいいとか言葉がわかるとか、そういうのはねどうでもいいんです。明るくて優しい、そんなね犬らしい犬になってほしいなとか、そういう環境を作ってあげたいと思います。それこそハピネスです。というわけでムニエルが我が家にやってきて28ヶ月、ボーダーコリーの幸せについて考え方が変わりました。そんな動画をお送りしてまいりました。これはね本当に皆さんね全員違っていいと思うんですよ。こういうところをこういうのが幸せ、こういうのが幸せって、みんなね犬によっても違うし、人間だってみんな違うじゃないですか。だからね、ただパディはこれが幸せだと思うよっていうのをね言ってみただけです。ボーダーコリーは人間の言葉がわかるって言いますけれども、それはね私ね人間の心を見てるんじゃないかなって感じるんですよ。言葉の意味っていうよりはなんか明るいとか楽しそうとか悲しいとか心見てるんじゃないかなと思います。ムニエルはね私の心をとっても大事にしてくれてると思う。だからパディもムニエルの心を大事にしていきたいです。というわけでさらばいパディでした。はい、エンディングになりましたけど1個ね言い忘れたことがあります。ポチババのチャンネルをね正座して見ていたバディですけれども、いろいろやってみて分かりました。ポチババのテクニックっていうのはポチババレベルのハートとスキルがないと無理です。ただね一つだけポチババのテクニックでね有効なものがございます。高い声で喋る、高い声で犬に向かって喋る、これだけは誰がやっても有効です。みんな気づいてた？ポチババ犬と喋るときめっちゃ声高いよ。こんな感じでやってます。